働き方改革が叫ばれている中、女性の活躍がますます期待されています。働く女性が元気に仕事を続けるためにはどのようにすればよいのか、中村理恵先生からお話を伺います。中村先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では末広京子です。実は私が今更年期も乗り越えて、はい、今体が非常に実は活発に動ける、そうですね、40代後半ぐらいから今の方が一番元気なような気がしてるんですよ。今はですか？はい。そのきっかけだったのが、はい、実はファスティングだったんです。ファスティング、はい、いわゆる断食、一旦お食事をお休みすることだった。はい。それはどれぐらいの期間ですか？私が最初に試したのはたった1日でした。1日？はい。っていうのは、はい、1日ですら食べることをやめるなんてできないと思ってたんですよ。そう思います。ですよね、はいはい、そうなんですよ。でも1日できると、あ、1日いけたから次は3日できるかなと思うんです。で、1日やった時に次の日が爽快だったんですね。なので次はちゃんと3日やってみようと思ったんです。で、3日やってみたら、更年期ってやはりその女性ホルモンが少なくなりますから体重の増加もありますし、これまでは体型にそんなに気を使わなくても太らなかったのに、はい、もう右肩上がりに体重が増えていって仕方ないんだなと思ってたんです、ね、わかります、わかります、はい、ところが3日のファスティングでスルッと3キロ実は私は落ちたんです。3日で3キロは3日で3キロ3キロ落としたら大変なことですよね皆さん。で、そんなの食べないだから当たり前だよね、はい、と思いがちなんですけど、やっぱり実はそうじゃなかったのはすごく体調が良かったんですよ。ただ1日目2日目ぐらいまでは食べ物のことばっかり頭で考えてましたけれども、3日目は本当に爽快に過ごせたんですね。で、その後はなんかやっぱ体が綺麗になった気がするし、はい、あと実は味覚が敏感になったので、はい、それまで美味しいと思って食べていたものがこんなに味が濃かったっけとか、それからこんなに甘かったっけ思うと、自然と食べ癖が変わっていったんです。まあ、それも習慣だったと。そうなんですよ。いうことですね。